んにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は極限 Z バトル帝王の真の輝きゴールデンフリーザ天使、こちらのレベル30に挑戦していきたいと思います。はい、チームなんですけれども、レベル29まではビーデルサンドでやっていました。でもね、ビーデルさんがね、もう強すぎて結構簡単にクリアできてしまっていたので、ちょっとね、それだとつまらないなと思って、ジャコサンドにしてみます。はい、ゲストさんからもジャコをお借りしました。フレンドキャラでジャコを設定している方はあまりいないみたいなので、ゲストさんでお一人だけいらっしゃいましたので、そちらをお借りしています。ジャコ、正義の味方 130% リーダーサンドでやっていきます。こちらの極限 Z バトル、ゴールデンフリーザ天使ですよね。もうフリーザといえば悪逆非道、もう本当に最強の敵という感じですよね。もうフリーザの本当に血も涙もない感じ、あの感じ皆さん好きでしょうか。まあね、すごい強い敵だから好きな方も多分たくさんいらっしゃるとは思うんですけども、私はね、こういう性格の人は基本的に苦手です。人はね、まあ、キャラクターなんで、まあね、割り切らないといけないんでしょうけれども、もうね、こういう人はやっぱりすぐに倒したんじゃつまらないなと思うんですよ。だからこんな感じでね、ちょっとこっちも楽しみながらやっつけていこうと思います。はい、あえてだんだんと弱っていくフリーザを見るためにジャコサンドにしています。ちょっと性格の悪いマミリンが出ているかなと思うんですけども、まあね、こういうところはね、誰にでもあるんじゃないかと思います。まあね、毎日毎日ね、みんな頑張ってるじゃないですか、生きることを。まあ私もね、毎日頑張っているつもりなんですけれども、やっぱりね、疲れることありますよね、いろいろと。皆さん大丈夫ですか？疲れていないでしょうか？元気でいてくれたら嬉しいんですけれども、まあでもそんなね、ちょっと元気がなくなった時、疲れてしまった時にちょっとね、こういう風に遊んでみると結構すっきりするんじゃないかなと思ったんですよ。まあね、ジャコが好きなんで、ジャコサンド、もう美味しそうじゃないですか、ジャコサンド。あ、神奈川県茅ヶ崎かな、あのジャコシラストーストとかっていう名物があるみたいなんですよね。だからジャコサンドってね、結構美味しいと思うんですよ。今度ね、やってみようかななんて思うんですけども、はい、ジャコにマヨネーズとかあえたら美味しいのかな、どうかな。はい、今日はね、バトルの方はジャコさん、そしてビーデルさん、グレートサイヤマンに任せて、私はね、雑談をしようかなと思うんですよ。もうね、この子たちだと安心できるから大丈夫だよね。皆さん疲れた時どんなことをして自分を癒しますか？美味しいものを食べたり、好きな場所に行ったり、好きなことをしたりするかなと思うんですけども、私はね、とにかく疲れた時は甘いものを食べます。最近特に疲れたなーっていう時に食べたくなるものが生クリームですね。ホイップクリーム、ホイップクリームの入っているデザートを買いますね。生クリーム食べると本当に疲れがスーッと抜けていく感じがするんですよね。なんであんなに美味しいんだろうな、生クリーム。あとね、最近見つけたんですけれども、ファミリーマート、はい、私がお世話になっているファミリーマートにね、最近置いてるんですけども、コーヒードーナツっていうのがあるんですよ。私コーヒーも大好きなんですね。で、ドーナツも大好きなんですよ。だからこれはどんな味がするんだろうと思って買ってみたら、めちゃめちゃ美味しい。コーヒードーナツほんと最高です。もうコーヒードーナツを食べながらコーヒーを飲む
至福だなと思います。だから生クリームとコーヒードーナツが今の私の癒しスイーツかなっていう感じですね。食べ物系はね、そんな感じですね。そうすると疲れが取れていきます。皆さんはどんなものを食べると疲れが抜けていきますか？どんなものが好きですか？はい、あとはね、私はやっぱりこうやって YouTube に動画を上げて、それを皆さんが見てくださって、そしてコメントをくださったり反応してくださったりすることが本当に癒しです。疲れもね、飛びますね。皆さん、いつも本当に本当にありがとうございます。はい、そんなわけでゴールデンフリーザも無事にやっつけることができました。これで今日の疲れ吹き飛びました。もうね、皆さんが見てくださってるということを考えながらこうやって喋っていることもすごくストレス発散になります。はい、今日はちょっと黒まみりんも顔を出しちゃったかなという気がしますけれども、嫌いにならないでね。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。チャンネル登録もよろしくね。